たった数秒でチームを勢いづけると同時にファンに勇気と希望を与えてくれるもの、それがホームランです。しかしそんなホームランの中には感動というよりも理解不能なものが存在します。今回はそんな我々の想像をはるかに上回るホームランをピックアップして7位から順に紹介していきます。松中信彦、松坂からバットを折りながらのホームラン。2001年6月2日ダイエー対西武の一戦で西武エースの松坂とダイエー5番松中が相対します。うなる5番、松坂の剛速球がバットを返し折った。その後2005年シーズンにも松中は松坂から1試合3発のホームランを放つなど伝説を残しています。続いて第6位、大谷翔平、泳がされながらグリーンモンスター越え。2021年5月14日レッドソックスの本拠地フェンウェイパークで行われたエンゼルス対レッドソックスの一戦。フェンウェイパークのレフトにはグリーンモンスターと呼ばれる高さ10メートル以上あるフェンスがありますが、それを左打者の大谷が不完全な体勢で越えてみせます。なぜこの打ち方でフェンスを越えるのか、大谷はおかしい、タイミングが合っていなかったが球を逆方向に飛ばした、天変地異が起きているとアメリカのメディアで報じられました。続いて第5位、カブレラ、推定飛距離180メートル、天井直撃のホームラン。2005年6月3日の西武対横浜の一戦、0対0の2回、先頭のカブレラは三浦大輔から左中間上空に大飛球を打ち上げます。打ちへ来た、レフトへ、どこまで行ったかなというあたりですが、天井に当たったんですね。ここにいます。ボールは左中間に転がっています。カブレラは今二塁へ行きました。観客も行方を見失うほどの凄まじい打球は外野フェンス真上にある高さ60メートルの屋根の鉄骨部分にぶつかった後グラウンドに落下。カブレラは二塁ベース上で止まりましたが、打球が外野のフェア地域の天井に当たったことから球場ルールによりこれがホームランと認定。これに対して監督の伊藤勤は、あんな当たりは生まれて初めて見た、度肝を抜かれた、あそこまで飛ばすなんてもう野球じゃないよとコメントを残し、カブレラも天井がなかったら球団事務所まで行っていたよ、自分の中では190メートルは飛んでいると思うと言葉を残しました。続いて第4位、柳田悠岐、片手で右中間スタンドに逆転スリーラン。2020年8月11日、ソフトバンク対オリックスの一戦、エース千賀が T 岡田に逆転満塁ホームランを浴びて1点のビハインドとなったソフトバンク。6回、川瀬、松田がフォアボールを選び2アウト1、2塁で打席には柳田、変則左腕斉藤が投じた3ボール1ストライクからの5球目。ライトへ下がるぞ、下がるぞ、入った、なんというホームラン、これが柳田悠岐だ、最後は右手一本で持っていった、いやー驚きの一発、スリーランホームラン、再びホークスが。この試合5回に川瀬が2失策を犯し6失点につながる一因を作ってしまっていました。その川瀬が必死にフォアボールを選んで作ったチャンス、柳田も自らの失策からチームが逆転負けしたことがあり、誰よりも後輩思いの男がこの状況で燃えないはずがありませんでした。なんとかしたいと思った、技術的なことはよくわかんないですけど本当に気持ちだけで打ちましたと納得した顔を浮かべると、ベンチではお前は悪くない、千賀が悪いんだと言葉でも励ましていました。続いて第3位、柳田悠岐、片手で左中間にホームラン。2020年6月12日、ソフトバンク対広島の練習試合、
3回裏先頭打者として柳田は大瀬良と相対します。シーズンだった、この辺りはどうだ。おお入った。この一打にネットでは意味がわからない、人間じゃないという声が相次ぎました。続いて第2位、和田和弘、弾道1でバックスクリーンにホームラン。甲子園で行われた中日対阪神の一戦、和田が対するは阪神の守護神藤川球児。打球が伸びていって入った。一見センター前にしか見えないこのホームランを打てる日本人は和田しかいないでしょう。それでは最後に第1位、カブレラのアレ。2003年5月28日、西武対日本ハムの一戦。西武打線は日本ハム先発のシールバックに7回を1失点に抑えられていましたが、8回にヒットとフォアボールでワンアウト満塁のチャンスを作り、打席には4番カブレラ。ファイターズとしてはゲッツーを。右打ち、伸びて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 入りました。アレックス・カブレラ満塁ホームラン。外角低めの最高の球を崩されたスイングながら弾丸ライナーでライトスタンド中段まで持っていく。ネットではニュートンに喧嘩を売った男などと話題を呼び、もはやお笑いとも言えるホームランを放ったのでした。以上で理解不能なホームランランキングの紹介は終了です。異次元のホームランは打った側のファンはもちろん、打たれた側のファンすらも笑顔にしてくれる、勝負の世界では珍しいハッピーなものです。2022年シーズンも大谷が、柳田が、他の選手が我々を驚愕させる一撃を放ってくれることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。